西の峡谷から離れた場所からも雷が鳴ってるってはっきりわかるなんてな。なんだか怖いです。あそこにカラントがある。待ってください、人がいます。本当だわ、どうしてあんなにたくさん。こんなに寄ってたかって一体何してるんだ。それにあの格好、何かを祈ってるみたいだ。話を聞いてみますか。雷の情報を集める必要がありますし、ミディナさんのことも何か知っているかもしれないものね。すみません、ここで一体何を。雷を収めるべくここで最高司祭様に祈りを捧げているのです。救いを待っているのです。救いを。はい、私の天職は木こりなのですが、落雷の影響で切るべき木が焼け焦げてしまったのです。故に私は天職を失いさまよっておりました。私は狩猟地で働く小作人ですが、高額の税を納めるために食べるものもなく、娘は病にかかって倒れました。そんなことが。一体なぜここにいるんですか。この世界の救世主様が率いる神聖氷教会の方々に私たちは使命を授けられました。神聖氷教会。この世界の氷の乱れ、人々を襲う災厄は全て偽りの氷教会が引き起こしたもの。救いを求めるのであれば、我ら神聖氷教会の救世主と彼女が導く選ばれし民のもとに集え。選ばれし民に救世主。それはまるで。あなたは救世主に会いましたか。いいえ、私どもは救世主様への拝謁を許されておりません。私は選ばれし民よりこの地にいるようにと使命を受けたのです。それってなぜここにいろと言われたんです。それが私の果たせる使命であり、果たした暁には雷を止めることができると聞きました。なんでそんな嘘を。どうやらその神聖氷協会はろくな教義を広めてないみたいだな。ええ、メディナ殿がどこまで関わっているかは不明ですが。おお、かかったかかった、生贄作戦成功。つうか俺の出る幕なくね。やっぱこういうのはおとり作戦に限るよな。生贄死ぬ前に仕留めるとか、さすがだわ。おとりだと。なんだあんたら、人の獲物横取りする気かよ。あなたたち、おとりとはまさかこの人のことを。何切れてんだよ、意味わかんねえ。人をおとりにするなんて非道だわ。非道。いや、俺たち魔獣の討伐のために選ばれた戦士だし。生贄一人や二人おとりにして何が悪いんだよ。生贄だと。こいつらは神聖氷協会の協力者だ。俺たちの代わりにカラントの番もしてくれて、おとりにもなってくれる。あなた方、恥を知りなさい。罪なき民を利用するなど何を考えているのです。お前たちの目的は何だ。救世主様ができるだけ多くの魔獣を倒して身を集めろって言うから、効率のいい方法を試しただけなんだけど。身を集める。まさかカラントがつける身のことか。一体なんでそんなものを集めているんですか。さあ、それはよくわからんが、救世主様の命令に従ってるだけだし。命令。やはりメディナ殿が。
まあなあ、それにしてもこいつらいい鎧着てるぜ。生意気だって思わねえ？いっそのこと奪ってやるか。そうしようぜ。なんだかすごく不穏なことを言い出したよ。ああ、そうみたいだな。でもさ、追い剥ぎしろって命令は受けてねえぞ。バカだな。追い剥ぎしろとは言われてねえけど、魔獣を倒して身を集めるためには強い装備が必要だろ。おお、そうだった。やっぱり物は考えようだよな。よし、それじゃあ行くぜ。救世主様のために。救世主様のために。どうやら貴族のように命令をねじ曲げて解釈する輩のようですね。仕方ない、やりすぎないように戦って懲らしめよう。こいつら本気で強えじゃねえか。こうなりゃガキを人質にするか。ジェル、いいですか？いいわよ。ありがとう、リネル、フィゼル。情報を聞き出すための相手を殺しちゃうのはダメだって聞きましたので。そのためのマヒドクよ。選ばれしお方を傷つけるとは。あなた方はもしや偽りの氷協会？なんとしてもこの花だけは我らが守り抜き切らせない。なんだって？最高司祭様にここで祈りを捧げ続ければ私の娘は帰ってくる。彼らはそう言った。私は再び天職につける。そしてあの方々は食事も与えてくれる。私たちはここを動くわけにはいかないのです。あなた方には酷なことかもしれません。しかし聞いてください。どんなに祈ろうとあなた方の望みは叶うことがない。なぜなら彼らの言ったことは偽りであるためです。そんな最高司祭様からの拝命を受けたまわったという神聖氷協会の言葉が嘘であると？最高司祭様は絶対の存在。そのお方の言葉が嘘などと信じられるはずがない。まずい、これ以上考えると。さっきの奴らは悪い奴だから痺れさせたけど、これは眠り毒だよ。痛くないです。ありがとう、二人とも。このような無垢の民まで利用し、彼らはカラントを守らせ魔獣を狩ろうとした。一体何が目的なの？魔獣を狩る行為とカラントを守る行為、なぜこんな真逆の行動を同時に取る必要があるんだ？神聖氷協会、それが彼らの属する組織。そして救世主メディナ殿がおそらく彼らを率いている。にしても今の氷協会や対策本部が偽りの組織だなんて人聞きが悪いわ。ハーシリアンってやつが言ったのと同じね。メディナは彼の指示で動いてるのかしら？ああ、でもメディナの足取りやその神聖氷協会に属する人たちがどこにいるのか彼らから聞き出せるかもしれない。ねえキリト君、この人たちがさっき言ってたのって？ああ、装備におとり作戦。
まるでリアルワールドのある場所で使う言葉みたいだったな。なあアリス、このカラントを切ってから一度彼らを対策本部に連れ帰って調査してもいいか。カーディナルに調べてほしいことがあるんだ。そうですね。彼らを野放しにしておくと何が起こるか分かりませんし、花を守っていた者たちも一緒に連れ帰り、私たち対策本部の情報が正しいと混乱させないように説明しましょう。そして冒険者たちからはメディナ殿の情報を聞き出すのです。あれから俺たちはカーディナルに冒険者たちの調査を頼んだ。だが以前調べた時と同様に、彼らは NPC であるということ以外解析することはできなかった。そして彼らの口からメディナのいる場所を聞き出すことは不可能だった。とりあえず現状を確認していこうか。あの冒険者たち捕まえてきたはいいけど、メディナについて聞き出そうとすると知らないの一点張りだよね。彼らは接触を受けた以上、メディナ殿の指示に従う、むやみに居場所などを明かさぬよう命令されているのでしょう。接触された以上、本当にメディナの言うことには逆らわないな。そうね。わざわざ曲解して人をおとりにするような連中だけど、忠実であることには変わりないわ。ああ、その遵守精神はとても褒められたものじゃないけどな。でもなんだかおかしいよ。これまでの冒険者たちはそんな行為を一切行わなかったものね。それは何かメディナ殿の背後に動いているものの存在があるからでは。アシリアン。ああ、そうとしか考えられない。やっぱりメディナの動向を追っていくほかないか。神聖氷協会もメディナのことも心配だ。でももう一つ気になることがある。シェータ殿。シェータ様は雷が鳴り続ける西の峡谷におられるのだったな。我らが今優先すべきはそちらではないのか。確かに、そこにカラントコアが存在するなら早くそれを切らないと。ただと捕まえた奴らと同じようなことをやらかす連中が他にも出るんじゃ、いたちごっこだ。お前さんはそう言いてんだろ。ああ、それにカラントを切らせないようにする方法として人海人が犠牲になるならなおさらだ。私もそれには同意見です。どちらも看過しておくことはできない。そうだな。申し上げます。西帝国より報告を受けました。大型の魔獣が発生したようです。そしてその近隣にカラントも確認されましたが、なぜかその前に立つ人々の姿があったと。早速か。また神聖氷協会の協力者でしょうか。座標はこちらです。ちょうどその座標は峡谷につながる道の途中にある。西の峡谷を目指しながら俺たちが調査に行ってもいいか。西の峡谷の雷は心配だ。でも冒険者のことも放っておくわけにはいかない。分かった、よろしく頼むぜ。そして俺たちは再び峡谷を目指しつつ、魔獣とカラントを守る冒険者たちのいる座標へ向かうこととなった。それでは報告を受けた座標を目指しましょう。アリス、大丈夫か。いえ、
こうしている間にこれ以上の犠牲が出ぬことを祈るばかりです。そうだな、今魔獣とカラントのもとへ急ごう。はい。カラントにたどり着く前にこいつらを倒すのが先みたいだな。ええ、早く人々を助けるためにも参りましょう。これで終わりか。この周辺にカラントがないか探しましょう。ああ。
やはりここにも人が。話をしてみよう。まずはそれからだ。お前らなんだ。悪いけどその花を切らせてほしい。それは無理だ。俺は救世主様の命を受けてここにいる。何人たりとも花を切ることは許さない。お前が切るって言うなら抜刀も辞さないぜ。そうか、なら仕方がないな。キリト、非奥義ライトニングファイル。おいおい、そんなのありかよ。救世主様に申し訳が立たないぜ。まったく、お前らしいといえばお前らしいですが、人に当たったらどうするのです。絶対当たらない。そのつもりで撃ったからな。意味がわかりません。くそ、収穫間近だったってのによ。やっぱりあんたらは身を集めてるのか。一体何のために。はっ、言うわけねえだろ。お兄さん。君はメディナといつも一緒にいた。久しぶりですね。あれ、あの花はどうしちゃったんですか。切られちまったんだよ、そこの黒髪の坊主に。お兄さんが花を切った。あなた、メディナ殿の居場所を知りませんか。私たちはずっと彼女のことを探しているのです。ご命令で知らない人に喋っちゃダメだって言われてます。メディナさん、この子にまでこんな命令を。俺たちは友達のメディナに会って話をしたいんだ。教えてくれないか。友達。そう、お兄さんはメディナ様のお友達ですよね。ああ、そうだけど。では知らない人ではありません。私たちは砦にいます。砦？おい、何言ってんだよ。知らない人に話したわけではないので、救世主様のご命令には背いていません。あなた、なぜ。メディナ様はみんなでいるのにずっと寂しいお顔をしています。皆さんに会ったらまた笑ってくれる気がして。私はここに用事があります。なので一緒には行けません。十分だ、ありがとう。いいえ。あの子。西帝国には現在使われていない砦があります。そこへ向かいましょう。ああ、彼女のためにもメディナに会いに行こう。砦を目指すんだ。Thank you.
どうしたんだ？困ったな。引き受けるよ。よろしく。強そうな相手だ。行こうか。
終わったな。お疲れ様。うん。つまり、ありがとう。どういたしまして。終わったな。負ける気しないぜ。始めましょうか。
なあ。ええ、ディスチャージ。
行くぞ。行くわ。負ける気しないぜ。始めましょうか。つまり、ええ、ちょっと難しいな。つまり、ええ、始めようか。
任せて。ちょっといいか？ああ。困ったな。引き受けるよ。頼んでもいいかい？さてと。
そんな。失礼します。申し訳ありません。へえ、どうも。失礼します。おい、まさかここまでとは思わなかったよ。もしやここにいるのは全て冒険者ですか？ああ、おそらくな。お前たちに聞きます。ここにメディナ殿がいるはずです。どこですか？答える義務はない。早々に立ち去られよ。メディナに用事がある。おい、メディナいるんだろ。貴様ら、救世主様に対して馴れ馴れしいぞ。友達が来た。メディナにそう伝えてくれませんか？しつこい、まだ言うか。待て、謁見を許可しよう。その者たちをこちらへ。はっ。久しぶりだな、キリト。このメディナ・オルティナノスに何の用だ？メディナ、なぜ何も言わずに消えたんだ？それにこの状態は。ああ、挨拶もなしに消えたことで迷惑をかけたことは謝罪しよう。だが私なんてお前たちにとって必要がない存在だ。いなくなっても困らない。最初からそうだっただろう。そんなことない。メディナがいなきゃダメなんだ。どれだけ俺たち苦労したと思ってるんだよ。それはお前らしい言葉だな。だが事実も私の気持ちも変わらない。メディナ、話はこれで終わりだ。私は真実を見たんだ。お前が私に隠していたこと。真実？どういうことだ？私は救世主にならなければならない。大切なものを取り戻すために。大切なもの？オルティナノスケの名誉のことか？それ以外に一体何がある？皆の者、この者たちは救世主にあだなす反逆者だ。反逆者、つまりこの者たちは我らが救世主様の敵。救世主様、この者たちを追放します。反逆者を許すわけにはいかない。待ちなさい。私はあなたにどうしても尋ねたいことがある。何ですか、アリス様？私たちは西帝国で異変について調査している際に非道な行いをする冒険者たちを見ました。彼らは民間人をおとりにして魔獣をおびき寄せ、そしてカラントを切らせるための盾として利用していた。それはおそらくあなたの指示を遂行するための行動です。あなたは
彼らの行動について知っていたのですか？彼らがそのような手段を取るとは想定していなかった。ですが言い逃れはできません。しかし必要な犠牲もあるのです。最高司祭様の復活のためには。最高司祭、アドミニストレーターの復活、それがメディナの目的なのか？ああ、メディナは冒険者たちに命じて魔獣を倒させては身を集めている。そしてカラントを守らせている。それもその目的とつながっているのか？元老院統括代理が教えてくれたのだ。彼女を再び蘇らせることが私の使命だと。やはりあなたはハーシリアンと結託していたというのですか？あのハーシリアンってやつの言うことを信じてるのか？一体どうしてだ？時間切れだ。これ以上は答える義務がない。メディナ、あいつの言うことは間違っている。何をしようとしてるかわからないが、やつの言う通りにするなんておかしいぞ。メディナ、何をさせる気だ？見て理解できないのか？相変わらずお人よしで虫巣が走るよ。キリト、分かってる。いくら俺たちでも彼ら冒険者たち全員を相手にするのはまずい。もし退散するのであれば彼らに剣を収めさせる。分かった。でもメディナ、これだけは覚えておいてくれ。一体なんだ？俺たちにはメディナが必要だ。みんな帰りを待ってる。私からも最後に一言言うべきことがある。私は偽りの氷協会を名乗る対策本部に徹底抗戦することを宣言する。次にお前たちを見かけた時、お互いの目的が衝突するのであれば、私自身も剣を抜き容赦はしない。メディナ、なぜそうまでして？話は終わりだ。それともここにいる冒険者たち全てを切ってでも私を止めるか？こんな盾にするような真似を。分かっただろう。私はこんな人間なんだ。お前たちには到底釣り合うことはできないよ。だがそれでも私には貫きたい正義があるのだ。たとえ何を犠牲にしたとしても。それでは客人のお帰りだ。どうやら和解することはできぬようですね。ああ、今日のところは引こう。さらに落雷がひどくなっているように感じます。人損にまで及ばなければ良いのですが。止まない雷についても早く調べないとまずいな。シエタのことだから大丈夫だとは思うけど。そうですね。メディナ殿のことは気になりますが、今は引いて別の問題を解決するほかありません。そしてカラント周辺で同じようなことが起こっているのならば止めなければなりません。ああ、そうだな。一人でも多くの人を助けることが優先だ。そして俺たちはこのことを報告すべく待機している仲間たちの元へと戻った。そうだったの、メディナさんが。やっぱりメディナが指示を出して、それに従うために冒険者は動いてたってわけ。ああ、俺も驚いた。何か事情があるんだとは思うけどさ。でもなんだか信じられないよ。
メディナさん、根はいい人だって思ったのに。メディナはやっぱりあのハーシリアンというやつについたのね。ええ、説得は試みましたが、冒険者たちを盾にされてしまい、今は引くほかありませんでした。メディナがあんなことをするなんて意外だったよ。やはり彼女はあの力の使い方を間違ってしまった、そう考えざるを得ません。でも今はメディナさんを止めることはできない、そう思ったんでしょ。なあ、それに俺たちも俺たちで動かなくちゃいけない。雷のことやシェータさんが心配だしね。住民に被害が及んだりしないうちにどうにかしないと。あの、ごめん。ありがとう。ここにまで雷の音が聞こえてきますね。落雷地点は相当近いみたい。それじゃあここで少し話を聞いていこう。数日前から遠雷が聞こえるようになったんです。距離もあるし、初めは気にしていなかったんですけど、一向に止む気配がなくて。原因に心当たりはないんですよね。もちろんです。こんな現象初めてですから。おまけに町の年長者たちが竜の仕業だと口にするもので、みんな怯えてしまっているんです。竜の仕業とは一体どういうことですか？この地域に伝わる昔話です。大昔、西の峡谷には巨大な竜が住んでいて、雷を操り、人々は畏怖の念を抱いていたという。詳しく聞かせてくれませんか？お教えしたいのは山々なんですが、幼い頃に聞かされたっきりで細かく覚えてはいないんです。そもそもあんな落雷が起こるまで竜の伝承なんて思い出しもしなかったですし、この地域に住む年長者なら伝承について話せると思います。年長者ですか？はい。そういえば西の峡谷の近くに住んでいるご老人がいます。その方は物知りなので、何か困ったことがあればよく助けてもらったものですよ。なるほど、わかりました。竜の伝承か、なんだかワクワクするね。確かに竜であれば天才を操るほどの力を持っているでしょう。しかし
竜と呼ばれる種族が存在していたのは大昔のことだと認識していますが、他に手がかりはないし、ひとまずは峡谷付近に住む年長者を探して話を聞きに行ってみようぜ。そうですね、では参りましょう。俺たちは竜に詳しい老人に会うべく西の峡谷を目指すと決めた後も、念のため町での情報収集を続けた。結果、断片的ではあるが手がかりとなる竜に関する情報を手に入れた。また雷がひどくなった気がする。これも全部竜の仕業なのかな。ご老人を探して話を聞きに行く前にもう一度伝承を確認しましょう。西の峡谷に住みし竜は雷を自在に操るという。竜はこの土地を愛し、ひとたび土地を汚す者が現れれば怒りとともに雷を落とし続けた。やがて人々は竜を敬い、竜もそれに応えた。守護者となった竜は峡谷で人々を見守り続ける。やはりあの雷は竜の仕業と考えるべきでしょうか。そうだな、伝承通り竜が起こって雷を落とし続けているのかもしれない。巨大な竜が果ての山脈とはいえ人海の中にいるなんて少し怖いね。果ての山脈にいる竜か。ベルクーリと北の白い竜を思い出すな。ああ、まさにそれだ。西の峡谷で雷を落としている竜は守護竜だと思う。守護竜？前にカーディナルから聞いたんだ。北の洞窟や西の峡谷、暗黒海とつながる果ての山脈に4体の守護竜がかつては住んでいたらしい。彼らはやがて暗黒海との戦争が起こった時に人海人の味方をする存在だったって。だったとは？アドミニストレーターが整合騎士を使って全て殺してしまったそうなんだ。そうなんだ。それじゃあ西の峡谷にいる竜は？ああ、ジャイアント族や皇帝と同じくカラントによって蘇ったのかもしれない。とにかく今情報を集めるためにも西の峡谷へ急ごう。
はあ。話を聞かせてくれますか？うん。困ったな。なるほど。うん。あの、わかりました。うん、任せてください。Thank you.
疲れ。どうでしょうか。ありがとう。
成功だ。うん、どういたしまして。どうした？大丈夫か？反逆者め、触るな！私は早く助けを呼びに行かなくては。反逆者？あなたはもしや。冒険者？そうだよな。され！さもなければお前たちを倒す！完全に俺たちを敵だと認識しているみたいだな。メディナ殿の指令があった以上仕方ないのでしょう。助けを呼びに行くと言ったな。一体何があった？反逆者どもに言うわけがない。でもそんな体で助けを呼びに行くなんてできるはずありません。取引です。なんだ。あなたはおそらく魔獣の討伐を命じられている。そうですね。その任務を遂行する手助けを私たちがします。私たちが応戦して魔獣を倒しましょう。しかし魔獣のいる場所を教えれば怪我の治療をします。教える。だから仲間を助けてくれ。アスナ、この人の治療を頼めるか。うん、それじゃあ少し失礼しますね。それじゃあ俺が案内する。あ、頼むよ。
れは。救世主様のために。救世主様のために。加勢するぜ。お前たちはメディナ様が言っておられた反逆者。今は同じ敵を倒す味方だ。あなたたちが命令を果たすべく手伝います。本当か。なぜ今喧嘩してるけど、メディナとは長い付き合いなんだ。ディスチャージ。話の後だ。こいつを倒すぞ。わかった。メディナ様のご命令を果たすためならば。これでどうにか片付けられたか。キリト、カラント。ああ。悪いけど通してほしい。我らはカラントを守る使命を受けているのだ。お前たちに救われたことは認めるが、花を切ることを許すわけにはいかん。またですか。なあ、仕方ない。この花を切らないことにはまた同じような魔獣が出る。帰りが遅いと思えば、一体なぜその者たちと共にいる。メディナさん。メディナ様、どうかお許しください。私たちが相手にした魔獣は想定外に強く。怪我をした者がいて、その者に一旦撤退し助けを呼びに行かせたのですが、代わりに反逆者たちが来て。助けてあげたのに随分な言い方ね。仕方ないよ。あのメディナさん、怪我をした人たちなら治療しましたから。早く身を集めなくてはならない。はあ、ちょっと無視はないんじゃないの。もうあなたたちとは関係がない。メディナ、このカラントを切らないと魔獣がまた発生する。もちろん分かっている。メディナはオルティナウス家当主として人々を導き民を救うんじゃなかったのか。今もそのつもりだ。魔獣は発生するたび冒険者たちに命令を下して倒させている。それを繰り返せば根源の花を切る必要などないだろう。その生命の実は最高司祭様の命の源、そしてカラントは再び復活させるための媒介。貴様たち滞在人により再び切られるようなことがあってはならないのだ。そのためにはどんな犠牲が出てもいいと思ってるのか。そこをどいてくれ。メディナ、どうして。人ではなく最高司祭様を殺した滞在人の天命を減らすことは禁忌目録に違反しない。そうか、完全に認識を変えてしまったってわけか。キリト君、大丈夫？すぐに治癒するわ。メディナ殿、あなた一体どういうつもりですか。私の盾となれ。アリス様、あなたもどうか早く目を覚ましてください。一体何を。最高司祭様は氷教会の頂点です。そしてこの人界を救えるただ一人のお方。違います。
最高司祭様はこの世界の人々を苦しめようとしている。一体それに何の証拠があるのです？私は確かに閉ざされた最上階に行き真実を目にした。聖号騎士たるあなたまでもが騙されているなど信じられない。私は騙されてなどいません。あなたが何を見たにせよ、人界に魔獣が解き放たれることを野放しにするような行為は間違っています。人を犠牲にしてまで魔獣を倒すことが正しいと思うのですか？あなたはそれほどまでに武功を立てたいのですか？アリス様、あなたは今何を信じ何のために戦っているのですか？最高司祭様を信じていないのだとしたら、何を正義として戦っているのです？それはあなたに私の気持ちがわかるはずがない。完璧に美しく強いあなたに、血を這いつくばって生きてきた者の苦しみを理解できるはずがない。何より聖号騎士は最高司祭様にいつでも愛されてきた。愛されなかった者の痛みなどわかるはずがありません。それは違います。最高司祭様は我ら聖号騎士を利用していたのです。あなたが冒険者たちを利用しているように。私が冒険者を利用している？あなたは仲間の怪我すら気に留めず目的を果たそうとしている。彼らを盾として利用するのすら厭わない。最高司祭様も私たちを手駒として利用してきました。今のあなたはまるで最高司祭様のようです。あなたたちから見た私の行動が間違っていようともはや構いはしない。あなたはあのハーシリアンというものに利用されています。私たち対策本部を信じてください。たとえ利用されたとしても構いません。私は再び最高司祭様に認められたいのです。私はただそれだけのために生きてきました。私の人生は一族の汚名を注ぐためだけにある。その目的が達成されなければ私がこれまで生きてきた意味は何もない。父上のためにも私は何を言われようと私は最高司祭様を復活させ、もう一度オルティナノスケの名誉を取り戻す。その邪魔だけはしないでください。ライト人間、皆の者、武器を捨て花を守れ。死んでも離れるな。メディア、残念だがお前がどんな技を使って花を切ったかすでに聞いている。お前に人は切れないはずだ。そうだな、その通りだよ。血の涙があっても目的を達成する。たとえかつての仲間が目の前に立ちふさがろうとやることは変わらない。メディナ、君が何を見たかは知らない。でも俺たちは綺麗事は聞き飽きた。結局何もかも嘘だったのに。違う、頼むよ。俺が前に言えなかったことを話すから聞いてくれ。いつも結局同じなんだ。信じようとすれば必ず何か裏がある。何も信じることなどできない。お前のことは信じたかったのにな。信じてくれよ、俺はメディナのこと。落雷がひどくなってるわ。シェータさんが。あ、私も今はお前と戦いたくはない。見逃せって言ってるのか？それは逆だ。私が見逃す。もしお前たちがここを去らなければ私は冒険者に今から自分自身を傷つけるよう命令する。メディナ、どうして？キリト、行きましょう。
雷を放置しておくわけにはいかない。あなたの望み通りにしましょう。しかしメディナ殿、あなたに頼みがあります。何ですか？あなたと冒険者を信頼してこの地の魔獣討伐をお任せします。カラントを切らないがゆえに発生する魔獣を全てあなた方で殲滅してください。承知した。それじゃ行くか。メディナさん。何だ？無茶しないでね。余計な世話だ。話には聞いてたけど、メディナがまさかあんなことになっちゃうとはね。なんかすごくショックです。仲良くなれたって思ってたんですけど。いろいろと事情があるのは分かったけど、それでもね。お兄ちゃん、オルティナノスケの汚名ってそんなにも重いものなの？ああ、俺も学院にいた時メディナから少し聞いたぐらいだけど。アドミニストレータに大昔ある特別な任務を与えられていた。そうだったよね。ああ、そしてオルティナノスケは代々その任務に失敗してきたがゆえに欠陥品と呼ばれるようになった。でもあのハーシリアンという男はオルティナノスケこそが救世主だと言ったわ。それはメディナ殿を操作するための虚言か、それとも。なんだ？あの者は本当にオルティナノスケについて知っている、故に何かを企んでいる。ああ、その可能性があるな。今調べようもないけれど。そうだね。とりあえずは峡谷に向かって進むしかないか。Thank you.
主らか、ここいらで竜についての情報を集めているというのは。ねえ、そうですが。あなたは。わしはただの年寄りじゃ、名乗るようなものではない。とはいえ少しばかり竜の伝承に詳しいものでな。雷を止めようとする者がいるのであれば、その手助けをしようと、そう思って声をかけたのじゃ。なるほど、それならぜひ力を貸してほしいです。竜の伝承について大まかには聞いたのですが、雷を止める具体的な手段は見つけられなくて。竜の怒りを鎮める方法について語られている箇所が伝承の中に出てきたりしませんか？あるぞ。え、あるんですか？なんじゃ不満か。いやいや、まさかそんなあっさりと方法が見つかるとは思っていなくて。教えてくださいおばあさん。いいじゃろう。竜は人々の崇拝に応え、この地で人々を守ることに決めた。そこまでは知っているか？はい、続きを。うむ、その際に竜は人間に一本の槍を与えたのじゃ。それは銀シランの槍という。銀シランの槍ですか？それで銀シランの槍はどこにあるんです？峡谷近くの遺跡にある。かつて竜を信奉する一族がそこに安置したのじゃ。それじゃあ早速その遺跡に行こう。待つのじゃ。すでに放棄された遺跡とはいえ、銀シランの槍が安置されておる場所、そう簡単には入れん。ではどうすればいいんでしょうか？入るためには三つの鍵が必要じゃ。それは西帝国の各地に散らばっておる。その鍵を取ってくるしかないの。三つの鍵ですね。わかりました。早速。待て待て、まったく落ち着きのない男じゃの。これを持っていけ。これは炭ですか？落雷でできたものじゃ。落雷？この地域では雷を神聖なものと捉え、感謝するという風習がある。そこで落雷によって木からできた炭はお守りとして使われるのじゃ。雷を操る竜を信仰していた名残ですか？もちろんじゃ。今では竜の伝承も失われつつあるが、雷への畏怖と敬意は残り続けておる。さあ持っていくがよい。ありがとうございます。急いで雷を止めてみせます。待っておるぞ。そして俺たちは西帝国のどこかにあるという鍵を探すこととなった。
実は実はそれと。なるほど。なるほど。そうだね。そうか。まさか。なあ。ありがとう。頼む。
これで鍵は全部揃ったね。ああ、銀白の槍を手に入れに行こう。
つまり、それじゃ。ああ、
止められる。キリト君、西の峡谷へもう一度行こう。これでいいんだ。救世主様、プリン食べますか？今はいらない。ずっといらないですね。私のプリン嫌いになりましたか？いや、気分ではないだけだ。救世主様、こちらに来て私の新たな剣術を見てください。しばらく待っていてくれ。さすがはオルティナノス家の誇りを受け継ぎしメディナ様、冒険者たちを統率しておられる。それが救世主の義務なのであればそうするのみだ。何かおかしなことでもしたか？いえ、あなたは本当に五代目当主によく似ておられる。そう思ったのですよ。以前から気になっているのだが。何がでしょう？お前はなぜ五代目当主のことまでを知っている？オルティナノス家の家系図や代々の記録を私は読み漁ってきた。だが当時の記録だけはほとんど残っていない。女性であった。ただそれだけで詳細な家系図すらないのだ。私は古くよりオルティナノス家に仕えてきた。そして何故最高司祭様があなた方を排斥したのかを知っている。故に秘密裏にされてきた情報も私だけが知っている。一族であるあなたよりも。では教えてほしい。彼女とは一体？いずれ最高司祭様が目覚めた暁にはお教えいたしましょう。だがそれもあと少し。着実に最高司祭様の蘇生に必要な生命力は満ちてきています。さすがは強く正しく誇りを失わないオルテナノスケのご当主様ですね。要件は？失礼、前置きが長くなりましたね。あなた様とご相談したいことがありますので、少し外に出ていただけませんか？承知した。ジャオちゃんにキリト。おじさま？ベルクーリさん、どうしたんだ？西帝国のコノエ兵から緊急の連絡が入った。この近くにある貴族の資料地で魔獣が大量発生してるとな。お前さんたちにその旨を伝えるためには飛竜が最も早いっつうわけでここへ来たのよ。一刻も早く峡谷に向かってほしいってことはあるが、人命がかかってるんでな。それほどまずい相手なのか？ああ、話によると尋常な量じゃねえってことだ。俺もお前らに加勢するぜ。おじさまが共に来てくださるとは心強いです。急いで現場に向かいましょう。ああ、みんな行くぞ。
こんなにも魔獣が。よほど近くに密集してカラントが生えているってことか。この異常事態は対策本部総出で当たるべきだと思ってな。お前らに声をかけに来たってわけだ。何より少しばかり気になることがあってよ。どうしても調べてんだ。わかりました。それでは魔獣を倒しつつカラントを探して進みましょう。カラントの周りに人が。これがお前さんたちの言ってた冒険者たちの抵抗か。いや、彼らはおそらく冒険者じゃない。この周辺に住む狩猟地民か。この花は何があっても切らせない。救世主様のために。私たちが種をまき育てた花だ。何があっても守り抜く。あんたたちが種をまいた。そうだ、救世主様の補佐と名乗る頭巾の男から種をもらって。この使命を果たせば必ずや救われると聞いた。頭巾の男、そいつが救世主メディナの補佐。その補佐ってやつはなんて名乗った。名前は知らない。あなた方には関係ありません。補佐と聞いて思いつくのはあの男しかいません。ハーシリアン。やはり思った通りか。俺はそれが知りたかったのよ。どういうことですか。この衛兵の報告によると、この西帝国ではカラントの量が日に日に増えている。そんで気になって果ての山脈帰りに上空から様子を見に行ったんだ。すると頭巾のやつが種を植えているのを見てな。やはりエルドリエやデュソルバート殿を襲撃した頭巾の男が種を植えている。そして頭巾の男の正体はおそらくハーシリアンだ。ああ、これで確証がつかめたぜ。やつを追わないと。でもその前にこのカラントを何とかしないとな。ですがキリト、ジェネレートアンブラエレメント。なんだ、何も見えない。よし、リネルとフィゼルから預かったのは。キリト、一体何をしているのです。あったあった。リネルとフィゼルから眠り毒を預かってきたんだ。それでもしまたこんなことがあれば使おうと思ってた。まったく、そんな作戦があるなら先に行ってください。相変わらずだな、お前さんは。じゃあカラントを切るよ。少し待っててくれ。お待たせ。それじゃあハーシリアンを探しに行くか。おじさまがここに来たのはそのためだったのですね。ああ、尻尾をつかむためにもお前さんたちに協力してもらおうと思ってな。分かったぜ、ベルクールさん。それじゃあハーシリアンを探しに行こう。おう、よろしく頼む。